多少の無理は承知だ。だがここで時間をかけるわけにはいくまい。俺たちの力で忍び刀七人衆を一気に殲滅するぞ。さくら、お前の気持ちはわかる。だがここは多少無理してでもまとめて戦った方が結果的に被害を最小限に抑えられるだろう。でも大丈夫です。僕らの力を合わせればできないことはありません。わかりました。でも本当に危なくなったら引くことも考えてください。わかっているが、今見据えるのは勝利のみだ。行くぞ。はい、おっす。七人衆、なかなかの相手だ。だが俺は絶対に負けんぞ。戦闘開始。熱いぜ。ムナシ陣八は格闘士力を高め、不用意に飛び込んだよ。あの方には爆発の術式が書いてある。爆発に注意しろ。爆発力とんでもないわね。強引に近づくのは得策じゃないけど、それしかない。また呼んでください。ムナさん、それほど思っていないようだ。だが注意は怠るな。なぜ菊池は刀を持っていない。油断させる作戦か。よし、息を合わせて。また呼んだ。そいつはホオズキ満月。人心に戻るの特に危険な男だ。この感覚は刀物だ。また呼んでください。クリアラで岸丸には注意。不用意に近づくと上等身張りの意識が。変わった武器を持っているようですね。アケビの陣人に気をつけろ。そう、この割はどんなガードも叩き潰すぞ。なかなかのやり手のようだな。俺は注意する。ホッホー。熱いぜ。息を合わせて。また呼んでください。熱いぜ。息を合わせて。また呼んでください。大刀牙の使い手も何のためにやつの雷撃で気をつけろ。雷を扱う忍びですか。動きと効果範囲に気をつけないといけませんね。激しい戦いだったが、俺たちの勝ちだ。音の方角からするに、あの方向は。加賀先生。